ここ市内で最も児童数が多い東部小学校では、男子91人、女子93人の合わせて184人が門出の日を迎えました。体育館で行われた式では、父兄5年生が見守る中、卒業証書が米野幸男校長から一人一人に手渡されました。続いて米野校長が式辞の中で、たった一度の人生という言葉を中学、高校、大人になっても忘れず、自分を磨いていってほしいと卒業生を励ましました。これを受け、呼びかけの中で卒業生全員が、私たちは皆さんの愛情をしっかり胸に留め、どんな困難にも負けず、希望を持って進んでいきますと力強く述べました。式終了後、校門付近に父兄、在校生が花道を作り、その中を卒業生たちは通り抜け、巣立ってきました。また、児童数が最も少ない板谷小学校では、5人が晴れの日を迎えました。昭和30年代中頃には170人を超えた児童数も年々減少し、今では13人。昨年は卒業生がおらず、卒業式はありませんでした。2年ぶりに行われた卒業式では、校歌の斉唱に続いて卒業証書授与が行われ、平塚美恵子校長が卒業生を前に、スキー大会では1位になり頑張りましたね、児童会長の大役をよく務めてくれましたね、などと一人一人にねぎらいの言葉をかけ、拍手をして卒業証書を手渡しました。式辞で平塚校長は、何事にも誠意を持って行動し、学校や社会でなくてはならない人、存在感のある人になってくださいと述べ、また在校生を代表して斉藤正弘君が、先輩が残してくれたものを引き継いで、新入生とともに全員で協力し、素晴らしい学校にしていきますと送る言葉を述べました。これに対し、卒業生を代表して今恵理子さんが、校長先生はいつもはつらつとしていて、お母さんのような存在でした、笑顔を絶やさず頑張ることの大切さを教えられました、などとお世話になった全職員一人一人の思い出とお礼の言葉を述べ、これからも板谷っ子魂を忘れず頑張っていきますと決意を述べました。そして最後に、全員が心を一つにして打ち合わせ太鼓を力いっぱいいただき、小学校生活の最後の思い出としました。この学校ではこの春4人の新入生を迎え、全校児童は12人と